はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。風がやべえということでね、今回は与田浦やってきてます。さあ、とりあえずね、こんな感じのまあ小田回りなんですけど、まあここにはね、珍しくちょっとちゃんとした足島がありますね。なのでこういう、まあたまたまね、足の島があるんですけど、まあ、こういうところですね、こういうところにちょっとスモラバエグ玉ですね、タイプレベル、これを落としていきます。あとはまあ周辺がねそれなりに深いんで、おベイトが跳ねた、ちょっとシャット巻こうかなと思ってます。ちょっと人がねすごすぎちゃってね、こことあとまた下の方にもね、こういった感じの小田回りがあるんで、そこでちょっとやってみて釣れたらいいよねっていう感じです。ちょっといかんせんね、釣れる気しないんですよ。ちょっと風がね厄介だね。うわ、なんかいた、カメかな。このなんかこの小田もね、何なのかねこれは汚ねえし、もうゴミの埋め立て地みたいになっちゃってるからね、うん、全然寒いな。風がねえぐい、この風をどうするかっすね。きついな。やば、ちょっときついですねこれは。でまた小田回りで釣れる気がしねえ。ちょっとねその、まあ、低気圧というか、ちょいちょい低気圧入ってきてるんで、シャットの方がいいかなっていう感じなんですけど、風が強すぎるな、これダメだなちょっとねハイカットの、DR ですね、風が吹きすぎちゃって、それでねなんか結構3月の31日に来て元気だった小バスたちがね、あまりちょっと反応ないんですよ。それでもあのベイト食いのバスはね、横利根川と牛堀で見たんで、だったらね釣れそうな気がするんですけど、砂ぼこりがすげえわ。ここら辺をねちょっと一帯をあの赤い橋の下まで流してみて、であとあの赤い橋周辺をネコリグとか、いろいろとやばい釣れる気がせんのですよ。まあでもね、低気圧と強風、それでも一応事件は起きそうな気はしてるんですけど、ちょっと風吹きすぎかなやっぱりな。やばいやばい、超強風だ、やべえ、どうしよう、風裏だねとりあえずね。これで釣れたらドラマですよ。希望を捨てずにやるしかねえべさと、そういうお話ですよね。あいって、茨半端ねえ、結構茨だらけだね。いろいろ環境がハードだよ、人が多すぎだよ、入れないから。完全にきついっすね。スピナーベイトにします。スピナーベイトやって、あそこら辺の橋周辺をちょっとネコリグとかダウンショットないかな。釣れ抜きせんぞこれは。一気に橋へ行きます。まあ橋がある伊豆ハードボトムなんで、すげえいろいろ沈んでんねここ。クイ。いろいろ沈んでるし深い。
雪もそんなんじゃないね。うん、やっぱ沖よりかここの角かな。やたらいろいろ沈んでますね、ここ。うん、沖もやっぱりいいね。あ、すげえ沈んでんじゃん。何が沈んでんのこれ。べらぼうに沈んでますね。ただこれ普通のトリプルフックのプラグやったら多分これ帰ってこれないね。これスピナーベイトですらもうゴリッゴリだもんね。超釣れそうだけどな。ダメなのかな。超釣れそうだよここらへん。至るもんが沈んでる。風がやべえよ。うん、なんかすげえいろいろ沈んでてね、良さげなんで、ネコリグ入れましょう。いやー、これで釣れりゃいいけどね。魚はね、いると思うんだけどね、こんだけごちゃごちゃしてるやん。それでもね、こんなにいかにもな場所でもね、釣れないのがあのザ・霞ヶ浦水系なんだよ。もうちょっとね、季節が進行してアフター回復の子たちがね、もっと増えてくれればいいんですけど、風だ問題はやばすぎる。うん、さあどうでしょう。おお、いきなりいい感じのオーダーみたいのがいきなり引っかかると。あー、やばいな。だけど風が本当に、なんでこんな風やべえの。これ何が沈んでんだこれ。これね、不法投棄かな。やっぱりやばすぎるっしょ。不法投棄だとしたらやばいけど、不法投棄の可能性大ですよね。それがヨダウラですから、ザ・ヨダウラ。しかし釣れないな。はい、ありがとうございます。1ポイントにつき1つの、ゴミ拾いということで、これ拾ったんですけど、除草剤ペットボトル。やばくない、やばくない。これちょっと中身入ってるっぽいんだよね。大丈夫これ、怖っ。ということでね、本当いつも釣れない動画ばかりで本当本当申し訳ないです。かなりね、最初にやった小田周りからこの橋周辺までかなりいい感じでしたけども、ちょっとね、なんかわかんない、風が強すぎるのか、ちょっと本当釣れる気がしないんですよ。なのでちょっと移動したいと思います。ではですね、本当いつも釣れない動画ばっかりで本当本当申し訳ないです。ボボテッペことボボちゃんでした。もしですね、僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。